今回はイギリス軍のめちゃくちゃおしゃれなドレスパンツをご紹介します。ハロー YouTube 古着チャンネルへようこそ。古着チャンネルのケントです。本日もご視聴いただき本当にありがとうございます。このチャンネルは古着好きの方、そして今から古着を着てみたいという方に古着の魅力をご紹介するチャンネルです。チャンネル登録がお済みじゃない方はぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。インスタグラムもやっておりますので、インスタグラムのフォローもよろしくお願いいたします。今回の動画はミリタリーアイテム専門のショップさんとのコラボ動画になります。その気になるショップの名前はご存知の方も多くいらっしゃるとは思いますが、発表いたします。ミリタリーショップの LA ボーイさんです。イエーイ。実は今回古着チャンネルは初のコラボ動画となります。ここで LA ボーイさんについてご紹介させていただきます。 LA ボーイは本物を追求するミリタリーとアメリカングッズの専門店になります。アメリカやヨーロッパ各国から独自ルートによる直輸入で驚きの商品数と価格を実現しているショップになります。男性も女性も関係なくショッピングが楽しめるお店になります。商品は世界各国の実物のミリタリーアイテムから希少なアイテムまでいろいろと取り揃えています。今はもう製造されていない昔のアメリカングッズやデッドストック品までいろいろあり、見ているだけでも非常に楽しいショップです。動画の概要欄に LA ボーイさんの詳細や各種 SNS のリンクを貼っておきますので、ぜひ覗いてみてください。今後この古着チャンネルでは LA ボーイさんとのコラボ動画を定期的に配信していく予定です。流れとしては LA ボーイさんの豊富にストックされたミリタリーアイテムの中から一押しの厳選アイテムをご紹介させていただきます。それでは記念すべきコラボ動画一発目の商品が LA ボーイさんから到着しましたのでご紹介させていただきます。そのアイテムがこちら、イギリス軍のバラックドレスパンツになります。私自身も前々から非常に興味があったパンツです。詳細動画をご覧いただく前に簡単にこちらのバラックパンツについてご説明させていただきます。こちらのバラックパンツは1990年から2000年代にかけてイギリス軍で採用されていた実物のドレスパンツになります。そもそもドレスパンツとは日本で馴染みのある言い方をするとスラックスになります。もともとはイギリス軍の巡礼服としてパレードや祭事などで兵士たちが着用していた制服のパンツになります。こちらのバラックパンツは別名ナンバー2ドレスパンツとも呼ばれています。ここで気になるナンバー2ドレスパンツの意味ですが、イギリス軍の巡礼服はパレードや祭事の規模や重要度、そして兵士の階級によって巡礼服を使い分けているんです。一番上級の巡礼服であるフルドレスと呼ばれる巡礼服から始まり、ナンバーワンドレス、ナンバーツードレスと続き、ナンバー15まで巡礼服が存在するんです。そんな数多くのイギリス軍のドレスパンツの中で本日ご紹介するのがイギリス軍のバラック、通称ナンバー2ドレスパンツになります。このバラックという言葉の意味ですが、こちらのパンツはイギリス軍の宿舎である通称バラックに駐屯していた兵士たちにも支給されていたようで、通称バラックパンツとも呼ばれています。製造された年代や工場の違いによってついているタグの表記がナンバー2ドレスパンツとバラックパンツ2つが混同して存在しています。パンツ自体には大きな違いはなく同じパンツとなります。特徴としては素材が非常にサラッとしていて、肌触りのいいウールとポリエステルの混紡生地が使用されており、カラーは渋めのブラウンです。フロントは使いやすいジッパーフライ仕様で、ウエスト周りにはアジャスターとサスペンダー用のボタンが付いています。太すぎず細すぎず絶妙なテーパードがかかった非常にシルエットが美しい一本になります。サイドとヒップにはポケットも付いていて、
非常に使いやすい一着です。ドレスパンツではありますが、カチッとしすぎない非常にラフな雰囲気で、様々なコーディネートに幅広く馴染むデザインをしています。それではこれよりイギリス軍のバラックドレスパンツの詳細動画と着用動画をご覧いただきます。ぜひ最後までご視聴いただきますようよろしくお願いいたします。それではどうぞ。 Supported by LA Boy。 はい、ここからはイギリス軍バラックドレスパンツの詳細動画をご覧ください。さすがイギリス軍、ミリタリーアイテムとは思えない品の高さが感じられます。カラーは渋めのブラウンで、素材はウールとポリエステルの混紡素材が使用されています。また深めなワンタックが入っています。非常に高級感のある生地感です。非常に大きなベルトループがついており、ウエストにはサイズ調整ができるアジャスターがついています。こんな感じですね。特徴としては前立ての部分がこのように突き出した形状をしており、こちらはホックが2つついています。フロントはジッパーフライの仕様となっています。この辺は非常に便利で着用しやすいと思います。ウエストの部分にはこのようにポケットが左右についています。ウエストのフロントの部分にはご覧の通り深めのタックが施されているので、こちらのタックのおかげで非常に綺麗な絶妙なテーパードがかかったシルエットが実現しているんです。見ているだけでも非常にかっこいいパンツです。生地感に関してはウールとポリエステルの混紡素材にはなりますが、非常に薄くサラッとした生地が使われているため、どんなシーズンでも着用することができると思います。非常に触り心地もいい生地が使われていますね。こちらが背面です。背面は非常にシンプルなディティールをしています。ヒップの部分にはこのようにポケットがついています。ストラップとボタンで留めれるようになっています。次にパンツを裏返してみました。裏返すとわかるんですが、ウエストの部分にはこのようにボタンがついています。こちらのボタンはサスペンダーを装着するために付けられたボタンになります。そしてご注目いただきたいのがこの縫製力の高さですね。イギリス軍のドレスパンツの縫製力の技術が見て取れます。このように裏側もチェーンステッチでしっかり綺麗に縫われています。素晴らしいですよ。こちらがタグになります。トラウザーズ、マンズ、バラックドレス、アーミー、オールランクスと書かれています。こちらはバラックドレスパンツの表記ですが、こちらの部分がナンバー2ドレスパンツの表記も存在します。また下に書いてあるのがサイズになります。レッグと書かれているのが股下で、股下76センチ、ウエストが88センチ、シートと書かれているのがヒップのことになりますね。ヒップが104センチと分かりやすく書いてあるのも特徴です。はい、こちらがイギリス軍のバラックドレスパンツの詳細動画でした。この後引き続き実際の着用動画をご覧いただきます。ぜひ最後までご視聴いただきますようお願いいたします。それではどうぞ。 Supported by LA Boy。 ここからは着用動画をご覧ください。身長165センチで、サイズがウエスト88センチ、股下76センチを着用しています。裾は2回ほどロールアップした状態です。いかがでしょうか。太すぎず細すぎず、ちょうどいいサイズ感だと思います。こちらの方にタックの方が入っているので、非常に絶妙なテーパードがかかって綺麗なシルエットをしていると思います。すごいいいパンツですね。履き心地も最高です。次に上にイギリスのバブアーのビデイルを着用してみました。そしてシューズの方もイギリス製のドクターマーチンを履いています。いかがでしょうか。バブアーのジャケットにも非常によく合うパンツだと思います。こんな感じで非常にかっこよくて使いやすいパンツになりますので、ぜひ皆さんもゲットしてみてください。 Supported by LA Boy。
はい、本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。本日ご紹介したイギリス軍のバラックドレスパンツはいかがでしたでしょうか。気になった方は動画の概要欄に LA ボーイさんのバラックドレスパンツの商品リンクを貼っておきましたのでチェックしてみてください。またサイズに関してもメンズ、レディース、様々な種類を用意しているようなのでぜひチェックの方をよろしくお願いいたします。今後もこの古着チャンネルでは LA ボーイさんとコラボ動画を定期的に行っていきます。ぜひ次回のコラボ動画も楽しみにしていてくださいね。最後に今日の動画が参考になった方はぜひ高評価をお願いいたします。チャンネル登録がお済みじゃない方はぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。インスタグラムのフォローもよろしくお願いいたします。コメントの方もお気軽にください。それでは次回の動画でお会いしましょう。古着チャンネルのケントでした。グッバイ。